はい、大阪着きました、これから食い倒れ。大阪で食べたのここなんです。小学生の時だからもう40年ぐらい。本当にこの間来た時は緊急事態宣言中だったんですけど、今日はすごい。まあコロナ前とは言わないですけど、7割8割以上は戻ってきてる感じがしますね。ここに外国人の観光客とかが来ればもうほぼ元通りっていう感じかな。出てますよ、恵比寿だし。かなり人が出てる。こっからちょっと道頓堀の方へ歩いてみましょう。おお、もうなんかコロナが終わった感じ。今の最近は。すごい人がいっぱいいます。はい、道頓堀。道頓堀のこれ2丁目ですね。でこっから今これ御堂筋を歩いてます。ライトアップの方へ行ってみたいと思います。
ヴィトンが見えてきた。死んな臭い、やば、ダメだこれ、これはやばい、死んなはやばい、相変わらずやな。今年は辞めました。なんで？去年、去年やってて、去年はやったんですけど、うん、今年完璧に、タイミング逃したんで、うん、諦めました。あ、なるほど。今年は、はい、今年何年だったんですか？13年目でした。創業が、はい、こっちは9年目。あ、そうか、はい、呼ばれなかったからもうとうとう切られた。いやいや、よいや、やめてくださいよ。切られた。とんでもございません。とんでもございません。例の ネタはもう決めてるんですけど、踏み切りませんでした。まあもうあのあれですね。もうあのいや、なんか冷凍もチンしてねえかな。真面目にやらせていただいておりますよ、もう。恐ろしいな。これが匠の技ってやつだ。やりにくいな。やりにくいな。さっき大田区行ったんだよ、道頓堀の。あ、マジですか。久しぶりに。はいはい。ほんでさ、こうじーっと見てさ、そしたらさ、いきなりあの棒渡されてさ。何すかですか。あの頃。あ、ひっくり返した。はいはい。やる気マジ。すげえな、もうまさかの。いや、ここそこもうちょっとクイックイってやってみたいな。やらせてくれるんですね。やらせてくれた。じゃ子供とかにやらせんじゃない。ああ、まあ絶対喜びますよね、やっぱりね。多分俺がバカな顔して見てたからさ。ああ、この人かわいそうな人なんだなと思ったよ。出してよろしいですか。15個今食べますか。はい、トッピングはネギやチーズはよろしいですか。大丈夫です。大丈夫です。